思い出の学生弁当食べるぞ。はい、皆さんこんにちは、あずちゃんです。簡単です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天这个影片呢，我跟文当要带大家去文当非常非常喜欢的日本的便当店。便当。便当。便当。文当的当呢？便当。对，这个便当店的名字叫做 Hot Moto。ホットモットね、俺昔大学生の時めちゃめちゃ食べてたんですよ。ホットモットはね、安くてめちゃめちゃ美味しいの。作りたてって感じなんですよ。そうそう、なんかね、注文してから作ってくれてて、うん、めちゃめちゃ美味しいんですよ。でもドゥちゃんは九州に来た前に食べたことがない。うん、ほんとほんと。でも東京にもあるはずだよ。でも見たことない。あるあるある。它的价钱跟便利商店差不多、可是比便利商店还要好吃。コンビニよりちょっと安いかもしれない。あ、そうなの。うん、だって普通にカツ丼で500円ぐらいだもん。あとコラボもいろいろやってるので、そうそうそう、なんか新しい弁当期間限定な感じが出てるのが多くて、うん、ウェンダンに紹介してもらって熊本に来てからすごい食べるようになりました。うん、結構食べてるよね。花見家でやった時もね、ホットモットだったしね、食べましたねその時はもう以降動画を作ってホットモット紹介しようかなと思っててね、うん、この動画です。はい、スーパーソパソパ。我们现在来到 Hot Moto 了，然后因为 Hot Moto 有卖儿童餐，都会限定有小朋友的玩具。那现在是哆啦 A 梦，然后还有这个是我跟文当超爱吃的卡路比锅饭，这个我们之前吃便利商店便当也有吃过。美味しそうやん。しかも下も美味しそう。哦，チキンバスケット美味しそう。土日限定价格500円だよ。整个店大概是这样子的感觉。其实有一些店家呢是可以用机器点餐，但是这里是人力点餐。这一家的话是比较老一点的。然后柜台旁边呢，这里还有卖饮料。那除了有饮料呢，还有小朋友喜欢喝的牛奶啊、苹果汁，还有卖果冻跟沙拉。那这边就是我刚才说的那小朋友的儿童餐玩具，很多哎。那也有卖这种加热水就可以喝的汤，这个一个还蛮便宜的，差不多是130日元。这里有很多电子支付，也可以用交通卡支付。ステーキも美味しそうだし、カロリーも美味しそうだね。買いました。買いました。イエーイ。这个是小菜，所以比较小。我们便当都装在这个里面。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。食べましょう。食べましょう。那给大家看我们两个买了什么。ジャジャカ。我们两个买一个肉排メンチカツ。这个单点的肉排メンチカツ是70日元。然后这个是文当买的カルビ便当，这个是期间限定的。しかもこれ二倍にしたんで特がついてます。文当是点两倍肉的，是890日元。一般的肉的话是500多日元。これ倍じゃなかったら590円。然后是我的海苔便当，330元的。哦，安い。超级无敌便宜。然后他说买海苔便当的话，可以选两种酱油，一种是这个 premium sauce， 另外一种是和风的酱汁。那我选的这个是 premium sauce， 这个应该是比较洋风的吧。然后呢，我们两个还点了一个小菜。これがね、めちゃめちゃうまくて、70円。这个超级好吃，这个只要70日元。对，これ見てルーちゃんもね、ルーの食卓で作ろうって思ったんだよね。对，因为文章他喜欢吃这个小松菜跟油豆腐的综合。中文我看了。和。没错，干。嗯，俺とルーちゃんさ、いっぱい注文したから三本くれた。他们可能以为是三个人要吃的，点这么多。我们两个还有另外跟他们要 menu， 等一下跟大家介绍。我们现在吃东西。啊，然后忘记跟大家讲，我们两个还另外买了烘焙茶，这一瓶是130日元。最近健康志向的。对，本来我想要买可乐必斯啊，可是文章说不要喝甜的，就喝茶对身体比较好，我们就改成买烘焙茶。美味しい。美味しいな。なんかね、飲み物をね、糖質に気にするようになった。やっぱね、糖尿病も怖いしさ。文章的便当。便当。哇。鰻みたい。好像鳗鱼饭哦。すごいね、油が乗ってる。好香哦，我也是闻到那个味道。每餐你有一次，它这个呢就是有两层肉，然后还有一点生姜跟白饭，非常简单的一个，可是应该非常好吃。これちょっと量多かったかもな。いただきます。嗯，やばい、好吃。好吃哦，よかったね。那也给大家看这个小菜，这小菜看起来非常简单，可是它真的爆好吃的。うん、なんかちょっと甘い感じだよね。うん、そうそうそう、みりんとお酒が入ってるのかな。めっちゃ美味しいこれだからめっちゃね、後味さっぱりなの。濃いもの食った後にこれ食うのがめちゃめちゃね、幸せな気分。然后是我的海苔便当。なんかこの店あまり綺麗に盛り付けてない気がする。じゃあボリューム満点で美味しそう。对
我的话呢，这个是有个白生鱼，还有个炸竹轮跟牛蒡丝，然后因为酱有点少，所以我还另外点了 menchikatsu， 这样加安全刚好，完全不健康。健康的じゃないね。可是这个只要330日元，超便宜耶！跟大家说，虽然我都点海苔便当，可是我都不吃海苔。ね、びっくりだよね。海苔弁当頼む意味。这个海苔下面呢，这黑黑的东西是昆布，我也来吃吃看文章的便当。好大块。ね、美味しいね。我非常喜欢吃他们这一家的炸竹轮。你就讲もともとちくわ全然食べない人なんですよ。就讲你影響されて食べるようになった。ね。大家刚才是没听到它有多脆，这咬一次给大家听。ASMR？ 何してるんだ。ホットモットの商品でね、一番好きなのはね、カツとじ重っていうのがあって、カツ丼とまた違うメニューでご飯で分かれてるのがあって、それが一番美味しい。500円なの、安い。しかもクオリティが高いの。ホットモットはもうその場で溶いた卵だからすごい美味しいの。然后文章还很常点炸鸡咖喱。大体新商品か唐揚げカレーかカツとじ重か。ルちゃんはいつも前販売してた期間限定のすき焼き食べる。ね、あれ美味しいんですよ。めっちゃルーちゃん頼んでしたね。あの豆腐が入ってるから、豆腐が好きなの。そういうことか。しかもあれ天ぷらも入ってんだよね。メンチカツ美味しい、ね。このメンチカツ美味しいよね。美味しい。给大家看这个肉排，里面还有洋葱，这个真的超好吃的。我吃完啦。你吃完啦？嗯。まだ島だ食べてる。暑いね、もう最近ね。なんか前テレビでさ、ペットボトルのブサイクな飲み方とイケメンな飲み方があるんです。俺はイケメンの飲み方だった。ルーちゃんもね、多分イケメンの飲み方。イケメンの飲み方はこれ半分。これブサイクな飲み方。何の番組？なんだろう、なんかネットニュースかなんかで見たんだよね。おお、私も半分だね。まあ確かにね、俺めちゃめちゃ飲みたい時はグイッ。うん。っていう話がありました。我也吃完了、美味しかったね。え、ルーちゃんのなんか合わせて400円ちょっとでしょ。うん、それでお腹いっぱいってすごいよね。我们现在吃饱终于可以跟大家介绍我们刚才跟他拿了两个メニュー。実は最初からメニュー紹介したかったんですけど、お腹すきすぎて最初はご飯の方行っちゃいました。欲望には勝てなかった。そうだね、食欲が一番上なんですよ。我们来看一下七月的 menu。七月 menu 的封面就是文章盖点的这个卡德比。七月21号啊，是日本吃鳗鱼的日子，所以他们之后就有卖鳗鱼饭。那这个要事前预约，应该会很多人订。然后刚才我们在店门口看到还有这个炸鸡块，本来是590日元，礼拜六、礼拜日跟假日是卖500日元。可是我们觉得太饱，我就没有买。好久我们没买，真是嗨的呢。ね、嗨だな。下の朝ごはんになるとこやったの。朝ごはんで唐揚げ食べたくないんだよ。然后呢，这个就是全部的便当。它的便当种类其实还蛮多的，而且价钱都非常的便宜哦。你们看，这个炸鸡便当390日元，然后这个是炸鸡比较多块的，是490日元，含税价钱这么便宜。然后这是我刚才吃的海苔便当，这是日本算定番的感觉吧，便利商店也都有卖，只是说这里卖比较便宜。如果这上面东西越多的话，它的价钱就越来越贵。可是你们看，就是最贵的也是含税才480日元。然后呢，这个是我之前在便利商店有介绍过的木之内便当。木之内便当的菜色就非常的丰富，你看饭上面还有撒芝麻跟一个酸梅，还有鱼啊菜什么什么都有。然后呢，这边这个呢是文档刚才介绍的ロースカツ豆腐弁当。スパ最強よ。490円で900以上カロリーでしょ。あのコスパで見てるんだ。安くていかにカロリーが取れるか、それが一番のコスパ。多么可爱。可爱。你自己说自己可爱哦。然后这里也可以点单点的炸物，单点炸物也非常便宜哦，就是70日元这样子。然后这个是大量订购，就是10个以上的，就可能公司要开会啊，或者是野餐这种时候呢，也可以打电话跟后多么多订便当。他们这个就是有跟一般的 menu 不一样的菜色可以订。我觉得去的国家就是可以看他的 menu， 可以看到很多文化差异。例えばこの部活応援弁当は可愛いの。ね、これ特に可愛い。那这个部活应援便当下面呢就是木之内500日元便当，全部都是500日元，而且这两个还有附茶。然后接下来的这个，哇，这个看起来超好吃。这我跟文章刚才店里面看到，整个超嗨的。你们看，就是有煮物，然后又有炸物，又有肉，还有菜这样子。这样子的话是1400日元。然后呢，这边是日本人去赏花是野餐的时候订的，超级可爱。見て、おにぎりプレート。めちゃくちゃ可愛い。好，那今天这个影片呢，就是我们两个今天跟大家介绍我们非常喜欢的便当店，就是ホットモト。俺が大学生の時によく行ったからね、すごくいいと思います。留学生と思ったらみんなほとんど吉野家とか松屋とか印象が強いかもしれないんですけど、ホットモトもぜひ選択肢に入れてほしいと思います。近くにある方はぜひ行ってみてください。じゃあ今日美味しかったね。美味しかったです。
好，这支影片就这样啦，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜 ，see you next time， 拜拜，拜。我们文当本来好不容易接到人生第一个业配是蒸奶店，结果那家蒸奶店说只有平日可以过来，因为外面真的太热了，我们两个就跑过来喝 Starbucks。文当点的这个是最新出的水蜜桃新冰乐，我点的是柚子茶，这个柚子的茶好清爽哦。都真的好吧，维西。桃桃入ってる。ね、美味しい。真材实料。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。